The five Japanese dramas to learn Japanese for each level. Let's go. よろしく頼む。ビーダ。はい、どうも、ココジャパンの翔太です。今日は日本語で話したいと思います。もちろんね、英語のサブタイトルはここに入れておきますね。なのでここ見てください。ぜひ最後まで見てくれると嬉しいですよ。はい、じゃあ始めていきましょう。よろしく頼む。ビーダ。はい、それでは僕が選んだドラマを紹介したいと思います。じゃん、東京ラブストーリー。いいですよ、このドラマ。このドラマはですね、恋愛フレーズだったり、若者フレーズが勉強できるおすすめのドラマです。この4人が東京を舞台にして恋愛をしちゃうっていうドラマです。夢と現実、仕事と恋愛ね、あと羨望と嫉妬、この東京で生きるこのリアルなライフ、リアルライフが描かれているドラマになってます。もちろんこれはもう僕個人的な意見です。はい、このドラマはビギナーレベルでも簡単なフレーズも出てくるので、とてもおすすめです。もうぜひチェックしてみてください。よろしく頼む。リーダ。はい、では2つ目はホタルの光です。もうこのドラマはね、もうビジネスと、カジュアルな、もう2つのフレーズがもういいバランスで使われてるので、とってもねいいドラマです。もう勉強するためのもうドラマとしてはもうすごくいいです。ね、ちょっとビジネスシーンも多いので、インターミディエットレベルぐらいの人がすごいいいと思います。でもビギナーの人もね、簡単なフレーズもあったり、アドバンスの人もちょっと難しい言葉フレーズが出てくるので、もうみんなにおすすめのドラマです。よろしく頼む。リーダ。では3つ目。はい、3つ目は東京タラレバ娘です。このドラマはもうなんと言ってもガールズトークですよ。はい、もう女性3人がね、もう I wish I had とか I should have とか、この後悔をねもういっぱい言いながら、もうノンストップでもうガールズトークをするドラマです。なので友達同士で使える日本語フレーズだったり、あとはなんだろう、ガールズトークだから、恋愛のラブ系の、フレーズとかもたくさん出てくるので、ネイティブのこの日本語を学ぶにはもうとってもいいドラマだと思います。特に女性の方に、おすすめします。ガールズトークが多いっていうのも一つの理由なんですが、話のストーリーとかもやっぱ女性が好きかなとは思います。はい、ぜひ見てくださいね。よろしく頼む。リーダ。では4つ目は高悦ガールです。このドラマはもうコメディが大好きな人にもうおすすめしたいドラマです。ドラマの内容は、少し難しいかもしれないです。このメインキャラクターが、話すのが早かったり、ちょっとアドバンスレベルかなと思います。でもジャパニーズファッションとか、オフィスで働くシーンもたくさんあるので、ラブ&コメディが好きな人は見てほしいドラマになってます。ちょっとそのさっきも言ったんですが、内容はちょっと難しい
かもしれないです。でもあのオフィスのシーンとかもあのたくさんあって、でやっぱりね日本で働いてみたいとか、まあ、そういうビジネスシーンの日本語をちょっと学んでみたい、勉強してみたいっていう方にはおすすめなドラマになってます。よろしく頼む。ビーダ。では最後5つ目、5つ目はテラスハウスです。このドラマというかリアリティショーですね。もうネットフリックスとかにもあったりして、もう有名なので、まあ知ってるかも知れないです。でもやっぱりこのリアリティショーなので、もう本当にリアルなジャパニーズっていうのが聞けるドラマなので、もうすごくネイティブジャパニーズを勉強したい、聞いてみたいっていう人にはもうとってもおすすめです。またね若者のスラングとか、まあ、言い方とかもいっぱい出てくるので、そこもチェックしてみてください。まあこのリアリティショーっていうのは、まあ、好きな人もいたり、まあ、嫌いな人もね、まあ、いるので、これはまあおすすめですって言いたいんだけど、もしあなたがリアリティショー好きじゃないってなったらちょっと違うかもしれない。でもしリアリティショーが大好きだったら、もうすごくこのテラスハウスはいいと思います。なのでまあぜひ見てください。よろしく頼む。ビーダ。はい、今日は僕が選ぶ5 Best Japanese Drama を紹介しました。どうでしたか？まあね、このドラマを使って、まあ、日本語を勉強するこのグッドポイントっていうのは、やっぱり日本語のネイティブのリアルなジャパニーズが聞けることだと思います。でね、このなんだろう、内容が理解できなくても全然 OK です、 OK です。ただたくさん聞いて、で耳を日本語になれるというのが目的です。でその聞いたら話してみる、この声に出して話す、それがすごく大事なポイントだと思っています。もちろんね、翔太先生アニメはどうなのとか質問もあるんですが、アニメはダメとは言いません。でもそのアニメの日本語よりもドラマに出てくる日本語のフレーズがよくね、このリアルなカンバセーションで使われるので、僕個人的にはアニメよりドラマの方がおすすめです。それでもアニメがいいはもう全然 OK です。とりあえず日本語をたくさん聞くっていうことが大事だと思ってください。はい、では今日はこれで以上です。もしよかったらサブスクライブといいねをお願いします。よろしくね。よろしく頼むぞ。 Alright, thank you for watching and bye for now. じゃあねー。